株式会社 BS 日本は BS デジタル放送を行っている日本テレビ系列の衛星機関放送事業者で日本テレビホールディングスの完全公会社であるチャンネルの名称は BS 日テレでリモコンキー ID は日本テレビのアナログ親局 4CH から42008年4月1日からはそれにちなみ BS4 という略称も併用している2000年12月1日に 一斉開局した民放キー局系の BS デジタル放送局の一局。サービス名は当初から BS 日テレを名乗るものの地上派の日本テレビに日テレの略称が正式についたのは BS 日テレ放送開始から2年7ヶ月後の出来事である。民放系の BS デジタル放送局では初となる24時間放送を実施している。 開局当初から2014年3月までの本社は、東京都千代田区の日本テレビ放送網、工事町分室にあり、創出マスターも工事町分室に置かれていた。2014年3月3日より、日本テレビタワーに本社を移転。本社移転と同時に日本テレビタワーに新設した、創出マスターに更新した。また、新マスターの稼働により、マルチ編成が可能になった。 開局当初、特に平日の日中には、長時間にわたって、NNN24 の同時放送が行われており、全時間帯の7割にも及んでいた。これは2001年4月から2002年3月まで、スカパーでの放送が一時休止となり、プラットワンで放送が再開されるまでの間は、ケーブルテレビでの放送を除き、番組を視聴することができなかったため、その振り替えとして、 NNN24 の番組を BS 日テレで編成したい日本テレビ側の事情と開局から数年間は BS デジタル受信機の普及までに時間がかかることが予想されたためできるだけ番組の制作費を抑え赤字を出さない体制を優先したい BS 日テレ側の思惑が一致したためである BS 日テレの戦略は成功し日本テレビによる放送を持ち株会社化まで BS、日テレの累積損失額は民放 BS5 社の中で最も少なかった。その後は番組数の増加により次第に放送は縮小した。一時期火曜引く土曜未明帯のデイリープラネットや月曜引く金曜昼のタイムラインが再開または新設され最も少なかった時期に比べ若干増えていたがその後前社の放送曜日縮小を経て 2013年9月30日以降は未明、早朝帯のみの放送に服している。ロゴマークには他の日本テレビグループと同様に何だろうが使われた。2003年7月には日本テレビグループの企業ロゴの配色が変更されたが、BS 日テレでは2008年3月31日まで旧来のロゴがそのまま使用されていた。放送業務の大半を 日本テレビに委託しており、問い合わせ先も BS 日テレ本体でなく、地上波、CS 放送と一括で、日本テレビ視聴者センターで受け付けている。例として、新聞の番組表に掲載されている問い合わせ先にも、日本テレビ視聴者センターの電話番号が、記載されている。また、地上波局、BS 局の共同制作番組における、制作著作のクレジット表記も、 他局の BS デジタル局にある地上派局と BS 局の兵器はせず、BS オリジナル番組の場合でも、制作著作、BS 日テレ、または制作著作、日テレのどちらかで表記される。企業、団体は、当時の名称。出展、1998年12月2日2003年3月31日から2008年3月31日放送事業者名と。 テレビの各チャンネル名は BS 日テレでマルチ編成の番号はつかない。表示時間はすべて日本標準時。2019年度からは毎日早朝の CS チャンネル日テレニュース24の同時放送と自社制作番組のみ。全般的な傾向として日本テレビが制作に参加している作品については、それいけ、アンパンマンは朝の時間にアンパンマンと題した。 番組内において各話から選んだエピソードをセレクションする形で継続的に放送している。2013年10月期にはハンター、ハンターを昼の時間帯にセレクション放送したこともある。深夜アニメの放送実績日テレでは深夜アニメを20世紀末頃から日テレ系地上波閣局で継続的に放送実施していたが、それらのアニメ作品を本局で放送することは 非常に稀であった。2014年1月期に日テレで放送されたグッジョブ部を地上波から少し遅れて放送して以降、この傾向に少し変化が生じる。2014年4月期から2016年10月期までは一部の日テレ深夜アニメを地上波と同時期に放送を行ったが、2017年1月から日テレ系の深夜アニメ自体が 半年間休止状態に入ったことにより、本曲も連動的に休止した。その後、2018年春から、前年の夏から、アニチュと名付けられ復活していた、日テレ深夜、アニメ枠の作品を一部ではあるが数ヶ月遅れで放送するようになり、同年10月期からは、風が強く吹いているを、久々に、日テレ系地上波局と同時期に本放送した。 なお復活前の日テレ旧作深夜アニメも同年春よりいくつか放送するようになった。地上波における独立局系放送局が幹事となって放送している深夜アニメを2013年4月期頃から深夜帯を中心に不定期に放送している。2017年7月期に放送した一人占めマイヒーローは本局としては初めて深夜アニメの制作委員会に 参加した事例となった。2019年4月期からは、独立局系放送局を除く他局が制作した深夜アニメが放送されている。以降、深夜アニメの枠数は増加傾向にあり、同年10月期から金曜日を除く深夜帯にアニメに無知枠を設置した。深夜アニメの放送日時変更について、告知を行わずに変更する BS 局が多い中、 BS 日テレでは本編中または次回予告時にテロップによる告知を行っている上記2番組は公式 YouTube チャンネル日本テレビ音楽にて2020年10月クールの映像が分割され配信されている番組開始時終了時には曲 ID バブチュバブチュ裏の世界へようこそのアニメーション及び実写映像バブチュお出かけチュを 放送2021年4月クールは、お出かけ帳を。放送2021年7月クールは、前半に、バブチュ PR 自己紹介でチュと後半に、バブチュお出かけチュミュージックアラカルト CAT ミュージック TV は1、カ月ごとそれ以外は1クールで映像と音楽が更新される。放送楽曲は、クールごとに、別の曲に変わっているが一部は全期クールの楽曲を、 流用している場合がある。深夜帯については不定期にメンテナンスが行われる場合は放送なし。画質はすべて野球中継の延長時と同じ480愛である。引く番組自体は継続。ありがとうございます。